何がどうなってるの？教授、まさかとは思いますが、僕たちはひょっとして…そのまさかかもしれないな。この神社には何度も来てるはずなのに、行けども行けども見た覚えのない木立に、この植物葬はどうしたことだ。なんかそこら中もやがかかってるし、進んでも進んでも同じとこ回ってる感じ。そんな、子供の足でも小一時間かからない小さい山の中ですよ。まさかこんなところで私たち遭難しちゃったの？普通ならば考えられない話だ。だが我々はつい先ほどまで気を失っていたからな。確かにこんなところで遭難などありえない。ありえないことが起きたなら原因も必ずある。じゃあ一体何が？これはあくまで推測だが、例えば我々が何らかの有毒ガスを吸ったとしたなら。やだ怖い。それが原因で方向感覚が狂うことも十分にあり得るし、遭難の一因であっても不思議ではないだろう。私が気づいた時は季節外れの彼岸花の咲き乱れる木立の中に一人立っていた。そこで君たちの声を聞いて駆けつけたのだが、私と会うまでの記憶を君たちは確かにちょっと記憶も曖昧ですし、周囲は妙な霧に包まれてますが、でもどうして？さて、その原因を探り、ヒントをつかみ、検証し、論証を重ねて解を得るのもまた学院卒の先生じゃないんだからさ。今はお勉強はいいよ、お家に帰りたい。帰還できてもキャンプの宿泊所だし、自宅はまだずっと先だろ。へりくつ言わないで。もうやだ、足が棒になっちゃったよ。今はそんな弱音を吐いてる場合じゃないだろう。帰りたいなら自分の足で歩くしかないんだ。そんなの当たり前だし、別におぶってくれなんて言ってないから。まあまあ、無駄な争いは体力を消耗するだけだからね。なんだ、いいですよそんなの。当たり前だ、教授に気を使わせるようなことを言うんじゃない。教授も彼女をそんな甘やかさないでください。君も年長者なら頭ごなしに叱るのではなく、彼女を導いてやってはどうかね。とにかく今ここにいるのは我々三人だけなんだ。お互いで助け合わないとな。それはそうですけど。葵ちゃんたちどうしてるんだろう。さっきまで一緒だったミュちゃんって子も。何今の？この辺りならさすがにクマじゃないでしょうし、サルかイノシシでもいるんですかね。どうだろう、警戒は怠らないようにしないとね。ロップマン、こっちよ。これって、なんだと。あなたたちって。教授、こんな生き物いるんですか？君は、なんだ。そんな、まさか。これってもしかして伝承にあった例の、その獣神ってやつ？まさか実在したんですか？そんな本当に。
あのね、もしもーし、獣神さん。こら、不用意に近づくんじゃない。だって神様ならもしかしたら言葉も通じるかなって。なんだ、まずい、危険なやつかもしれない。うわー、こっち来た。いやだ、あっち行って。私たちこいつに追われてたのは凶暴なやつよ。いかん、サキくん、そんな、教授！嘘でしょ、私をかばって。いや、いっぱい来た！早く教授を助けないと、怪物どもが教授に群がって来るんじゃない。私に構わず、君たちは早く逃げなさい。このままじゃ危ないよ。お願いだ、修二君。さあ、教授。修二、ねえ、早く逃げなきゃ。行くぞ、先。いいから逃げるんだ。そんな。それでいい。大人の私が子供たちを守れ、修二君。あとは、待ってよ、修二さん。教授を置いていくなんて、私。教授の思いを無駄にするんじゃない。逃げるぞ。何ってことはないけど、僕たちは課外キャンプに来ただけなのに、いきなり岩みたいな化け物に襲われて。ゴツモンだ。そう、ゴツモンに襲われて、なんとか逃げたと思ったら、校舎はでかい蜘蛛の化け物のアジトになってて。毒蜘蛛だな。次から次へと、わけのわからないことばかりで、頭。そう？たくまは頑張ってたと思うぞ。必死だっただけだよ。さらわれた仲間を助けられたのは春の協力があったからだし。みんなびっくりしてたな。お化けじゃなかったのに。あれはしょうがないだろう。二人と会った時は僕だって驚いたよ。昨日は結局疲れてすぐ寝ちゃったけど、考えなきゃいけないことはたくさん。考えなきゃいけないことってなんだ？何が起きてるのか、僕たちはどうなってるのか。そうだな。でもどうすればいいんだ？そこなんだよな。僕一人じゃ方法も思いつかないから、あとは救助を待つ間ここで生活する。
丈夫か？やっぱり僕一人で考えててもしょうがない。ああ、そうしよう。おはよう、ミノル。ああ、おはよう、タン。やっぱ夢じゃなかったんだな。そうだな。あんなことがあってよく眠れたよな俺たち。まあ昨日はいろいろあったしな。はあ、すげえな。朝日の中で改めて見ると本当に廃墟だぜこの学校。あんな化け物と戦ったんだよな僕たち。僕もだよ。俺もな。ああ。おはよう、たくまくん、みのるくん。あ、葵さん、おはよう。おはよう、葵さん。昨日はよく眠れた？ええ、まだ少し疲れているけれど、頭はすっきりしたわ。そっか、ならよかった。ああ。お、涼先輩、お寝坊ですね。うっせえ、こんな状況で寝れっか。お前らグースか寝やがって、おかしいんじゃねえのか。まあ涼先輩はずっと教室にいたり気絶したりして休んでましたからね。なんだと。とりあえずみんな起きてきたようだし、これからどうするか相談したいんだけど。とにかく昨日はいろいろありすぎで、あのままみんな疲れ果ててバタンキュー。つうか、なんでタクマが仕切ってるんだよ。そうだそうだ。いや、なんでアグモンがそっちに回るんだよ。そういうのは年長者でやんねえとな。葵先輩、涼先輩、どうぞ。こんな時だけ先輩って呼ばないでよ。私はどうするもこうするもどうにもなんねえだろ。とにかく俺はおめえらの引率なんてする気もねえし器じゃねえし。うん、まあそうだよね。じゃあ葵さんは。ごめんなさい、私も頼りにされるほどしっかり真面目なのに。それとこれとは別でしょ。そんなことないって、葵は優しいし真面目だし頼りになるって。だから買いかぶりよ。私今だって不安で不安で。そもそも今私たちはどうなってるの。子供だけで一晩迷ってて帰ってこないのよ。きっと大騒ぎになってるはずだわ。なのに。そうか、確かにヘリの一台でも飛んでておかしくないよな。朝になっても救援に来てくれる様子もないなんて、一体何が起きてるのかしら。そりゃ山で遭難ならともかく、今いるの校舎だしな。むしろここに人がいない方が不自然だろう。行方不明なのは俺。そんな不安を煽るようなこと。だってそうだろ、見てみろ、スマホも繋がらねえ。どうなってる。人類はもうおしまいなんじゃねえのか。そうでなきゃ俺たちがおしまいって話だろ。確かに行方不明のガキなんて構ってられない。すっげえ天変地異が起きてるとか。いやだってこの校舎見てみなよ。俺たちが気絶してる一瞬でこれだぜ。周囲の景色まで変わってるんだ。これって何なんだ。異常事態だぜ。
パラレルワールドに飲み込まれたか、それかタイムスリップでもしたのかな。謎の超兵器が作動したとか、それで一瞬で校舎が朽ちて地形が変わったとか。いや違うよな、このボロボロさって地震とか爆撃じゃなくて狂ってな。一体何が起こってるんだろうな。しないわ、とても不安よ。バカかおめえ。それに昨晩の怪物は何なの。何なのって言うなら、言っちゃなんだけどファルコモンたちもだぜ。俺とにかく今分かっていることは、人の姿が消えて課外キャンプの旧校舎がボロボロになって、そしてその周辺の地形もなぜか見覚えのない形にすっかり様変わりして、そんでもって立ち込める霊の霧で状況がまるで分からない。その霧もなんだか触れると危ないって話だ。話っていうか本当に危ないんだよ。らしいな。そして何よりここには得体の知れない怪物がうじゃうじゃいる。得体の知れない怪物なんかじゃないぞ。じゃあ何なんだよ。僕たちは僕たち、あいつらはあいつらだよ。だからそれをちゃんと説明してくれよ。説明できるような僕じゃないからね。そんなの胸を張って堂々と言うなよ。ってことで一番賢そうなファルコモンの出番だぜ。うむ、俺か。そうね、お願い。私やアゴモンじゃ無理かも。心得た。さてどうしたものかな。ただ君たち人間の世界と我々の世界が別物なのは確かだ。やっぱりパラレルワールドなんだ。その言葉の意味は俺にもわからない。確かに常軌を逸した状況だとは思うわ。でも異世界かどうかはまだわからないわ。だったらこうして人の手による建物がどうしてあるの。それは人間だけじゃなく、だったらこんなボロボロの校舎じゃなくて私たちのいた校舎じゃない。構造は課外キャンプの校舎と似てるけど、やっぱそれに関しては俺もわからない。野山や木々、岩、それら自然界にあるもの以外の建物の存在はある日突然現れたと聞く。誰がどうやって。さあ、神と呼ばれる存在、あるいはそれに近しい力を持つ同胞。正しいことなど何もわからないし、何よりこの世界の住民は様々凄まじい力を持つ者、弱くか細い者、何でも器用にこなす者。つまりお前たちのお仲間が作った可能性すらあるのか。手先が器用な奴が人間の建物を真似て作ったとか。何わからない。ただ俺の知っていることを並べるなら、我々の世界の住民は一様ではない。言葉を交わし意思疎通もできる温和なものから、話も通じない凶暴なものまでいる。そして人間という存在もまた、いや実際に接触したのはこれが初めてだ。どこからか人間の子供と呼ばれる存在が現れ。ああ、先の毒愚門との戦いでアグモンが見せたようなより強い姿に変化するものも。なんで急に姿が変わってそれで強くなったりするんだ。わかんない。外部の影響、人間との優位的な選択変すごいんだ。うむ、俺たちにとってはそれが当たり前のことで疑問に感じたこともないからな。もちろん進化はそれだけに限らないし、人間の子供が必ずしも力をもたらすわけでもない。あるものはそれによって世界が破壊されるというし、あるものは人間の子供を、いやとりあえず
俺の知る俺たちの存在に関しては、ミノルの望むような明確な答えも出せず面目ない。いや、今はそれだけ分かれば十分だよ。十分？何も分からないも同然じゃねえか。要は何も知らないくせに何でもありって、そんなデタラメの何を信じろってんだ。あの先輩の言う言葉気にしなくていいぜ、ファルコも。ミノルが言うならそうさせてもらおう。でも確かに。ハルタ、ほら見ろよ、あいつまだあの子たちにビビってる。あいつって言うなよ、仮にも先輩だぞ。仮にもってよっぽどひでえな。ちっ、うるせえな。あ、逃げてった。ハルたちも何か知ってるかもしれないし、一度校舎に戻って二人と一緒にどうせ。それでいいかな、ファルコも。うむ、話の続きは校舎とやらの中でしよう。おはよう。ああ、何ちびっこ相手にかしこまってんだよ。あ、そういうミノルこそ紳士だからだよ。ああ、おはよう、みゆきさん。いい、気にしてないし。りょうは、みゆきたちといると気まずいんだろう。ギャーっつって気絶してたもんな。つっても隠れるでもなしに、あんな隅っこでこっちの方をチラチラ見られてもな。あ、おはよう、みゆきちゃん、ハルくん。うん、うん。そう、困ったことがあったら。うん、ありがとう、お姉ちゃん。みゆきちゃんからすれば。気にしないで。怖い目にあってね。怖い目って？ごめん。そう、それで話の続きだが、他に。じゃあ他には。そうだ、とにかくあの霧は危険なんだ。あの霧に飲まれた奴はどうなってしまった分、気配ごと何もかも消え。ん？だったらもしかしてあの霧の向こうに行けば元の世界に帰れるかもよ。絶対ダメ。やめておけ。そうよ、どうなるかもわからないようなことを試して取り返しのつかないことになったらどうするの？うむ、具体的にどうなるかはわからないが、直感的にも本能的。まあ、あの霧のせいで気を失ったり。危ない、近づかないに越したことはないよ。
つまりだな。だけどこう、あの霧についてはわからないことだらけだし、とりあえず今は置いておこう。それでいいのかしら。何か対策を考えておかないと、それこそ危険じゃない。つっても何もわかんないんだし、対策の考えようもなくない？それはそうだ。とにかく今のままじゃ遠出すらできないよ。何か食べられるものが欲しいよね。じゃあみんなで手分けして校内を探してみましょう。いややっぱ他に人がいないか探すのが先だって。そもそもさ、課外キャンプ参加者じゃないみゆきたちも迷い込んでるんだぜ。他にもまだ近くに誰かいてもおかしくはないんじゃね。そうだ、そういえばみゆきちゃんたちはどこから来たのかしら。あっち、あっちって、あっち、あっち、そう、あダメだこりゃ。ガキにまともな話を聞けるわけねえだろ。ついでにそっちの女も幼児と同じおつむと来たもんだ。りょうくん、それはあんまりよ。とにかく他に誰かいるかどうかはまだ博打みたいなもんだけどな。そもそもあの場ではぐれた自分たちがこうしてこの学校に集まれたんだからさ、もしかするとサキや修二さんや教授くらいはこの近くにいるかもしれないぜ。そうか、あの神社の祠だから手分けして探してみようぜ。だからここが異世界かどうかなんてまだわからないでしょ。仮に異世界だとしても、それは私たちの世界とつながっている世界ってことでしょ。そうとでも考えないと、人間の建物までここに迷い込むなんておかしいわ。なるほど、どこかで何か境界が曖昧なところがあるかも。もしそうだったら救援が来る可能性だってゼロじゃないわ。それなら迂闊に動くより助けが来るまで待機してた方がいいと思うの。それは、ええ、だからその間食べ物とかはちゃんと確保しなきゃ。だからどうせ救助も来るわけねえんだよ。え、教授や修士がいるかも、いるかどうかも分かんねえやつ探してどうすんだ。ここでじっとしとく以外何ができるってんだよ。じっとしててもどうにもならないわよ。じゃあどうすりゃいいんだよ。動いたら好転するってもんでもねえだろ。そもそも俺たち何もしてねえのにわけわかんねえ状況に追い込まれてんだぜ。だったら何かすれば元に戻れる可能性あるのかよ。意味もなくうろつき回って危険を増やしてどうすんだよ。まあ死にたいやつだけ死ねばいい話だけどよ。
さっきは。そうだね。まあタクマの好きなところを見て回ろうよ。そうだな、行こうか。
よし、俺が行こう。
Thank you.
悪いが弱めさせてもらう。Thank you.
いらの番だね。Thank you.
食料はあったのか？でも…みんな！この中から聞こえたよ。何かあったのかもしれない。すぐ行こう。いや、葵さんの声が届いていない人もいるはずだ。すごいわ。みんな、こっちに来て。これって、非常用備蓄食ってやつ？そうか。学校って被災地の避難場所だから、こういったものもあるところにはあるんだよな。よかった。これだけあれば、当分はなんとかなるわね。待てよ。こんなもん、本当に食べられんのか？こんなボロボロの校舎で賞味期限とかいつのだよ。ほら見ろ。そんな怪しいもん、俺絶対食わねえかんな。確かに俺もちょっと。食いしん坊のミノルまで？そう言わ…だーれ。じゃあ、僕がいただきまーす。パク。うわ、アグモン？うん、おいしいよ。そりゃ、おめえは怪物だからよ。どれ？じゃあ、俺も。な、こら、ミノル！ミノルくん？入れたら俺の PC の中身全部消しといてくれよ。ミノル、何やってんのよあんたたち。なんてな。大丈夫、平気平気。やめてよ、心臓が止まるかと思ったじゃない。この野郎、やっていい冗談と時と場合。バカなことやってんじゃないわよ。反省しろ。まあどうやら問題はないようだな。とりあえず当面水と食料のライフラインだけは。でもさ、ここにあるだけの食料でどれだけ持つかわからないぜ。これだけあれば私たちやラブラモンたちを入れても。半年って正気かよ。この二日そこらで半年で済めばいいけどな。現状助けが来る様子すら一切ないんだぜ。あまり考えたくないけど、それもそうよね。うわははは、人間の食べ物すっごくおいしいよ。そうなの？少し私にもちょうだい。俺はまあそのそこまで興味はな。まあミノルのためにも毒味はしておかね。毒味ってもう真っ先にミノルの方が食べたじゃない。ほら、あなたたちもそんなに食べ物を粗末にしないで。そうね、万一に備えて余裕があるときは他にも食料を探しておきましょう。うん、それに僕たちなら自分たちの食べ物は自分です。そうよ、それならこの食料だけで葵たちも一年は持つわ。一年、そんなに長いはしたくないわね。下手すりゃここに骨をうずめることになるかも。だからそういう話はよしてよ。さて、当面の水と食料の心配は。そうするとやっぱ探検できる範囲までは探って。非常食ってのは蛍光食でもあるんだ。数日がかりの移動や野営だってできるし。外にはまだ化け物がうようよいるんだぞ。正気かてめえ。そう、でももしかすると教授や先たちもいるかもしれないし。いるわけねえだろ。もしいたとしても俺たちが探す意味なんてあるのか。確かにいるかもしれないわ。でもこ
可能性だけの話で危険を犯すことに賛成できないわ。ねえ、ハル、どうしたんだ？そこの森でこんなもの見つけたんだけど。それって昨日会った教授の帽子じゃない？本当だ。どこかで見たことあると思ったら、ほら、やっぱりいたんじゃないか。そうと分かればみんなで探しに行こうぜ。おいおい、正気かよ。ここにいた方が安全だろ。考えても見てくださいよ。あれから丸一日経ってるんですよ。水も食料もないんじゃ、あいつら衰弱してるかもしれない。それもそうね。分かったわ。サキさんたちに万が一があってはいけないわ。おい、死にに行く気か？死なせはしないよ。そう、俺たちもついてる。葵、もし悪い奴が襲ってきても私たちがいるから大丈夫よ。そうね、ありがとう。じゃあみゆきとハルは危険だから置いてくけど、行くのは俺とタクマと葵さんで。待てよ、俺だけこのガキどもと留守番か？またあの雲の化け物みたいなのが、こんな芋虫だけじゃどうにもならねえよ。芋虫じゃないよ、クネモン。それにクネモンは結構やれるやつな。知らねえよ。サキたちが危ない目に遭ってるなら助けたいんだ。悪いけど、安全な場所なんてどこにもないぞ。今日森には見たこともない敵がいるかもしれない。ここだってまた襲われるかもしれない。生き残りたかったら自分で考えるしかないんだ。分かったよ、ここにいるよりはマシだ。両先輩は籠城するんじゃなかったっけ？残ってていいんですよ。うるせえな。いいだろ、協力してやるっつってんだ。それ協力するって態度とは違うんじゃねえかな。ミノル君、そのくらいにしなさい。リョウ君は先輩なのよ。ごめんなさい。寮はああ言ってるけど、外より校舎の中に隠れてる方が安全だよな。僕もそう。そうだな。もしもって時はあの食料庫の中にでも隠れて。大丈夫だよ、心配いらないから。じゃあみゆきも春をしっかり見守っててね。逆。ん？むしろ春がみゆきを守ってくれるってこと。それじゃあ手分け。ああ、バカ言うなよ。何が出てくるかわからねえんだぞ。一人でいるところに出くわしたらそれこそ終わりじゃねえか。そうね、バラバラになるのは危ないわ。だったら二人ずつに分かれて探すのはどう？それがいい、そうしようぜ。そしたらリョウと組んだやつが外れってことじゃん。こらミノル君、そんなこと言ったらダメでしょ。
この付近に同胞の気配は感じないから大丈夫だろう。うん、かすかに匂いが残ってるけど多分大丈夫よ。それに何かあっても僕たちがみんなを守るよ。冗談じゃねえ。お前らと違ってこの虫は話もできねえんだぞ。森に入ろうもんならすぐ住処に帰っちまうだろうよ。クネモンはそんなことしないよ。そうだよ、きっと寮を守ってくれるさ。うるせえ。とにかく俺は森の方には行かねえぞ。俺はこの辺を探しといてやる。いいか、何かあったらすぐ来いよ。寮は放っておいて。